はい、すいません。ここでどうしますか。こちらの一番の、ティーグランドでちょっとお話を聞きたいと思います。一番ゴルフに関してそのパターも結構やっぱ僕らも当然悩んでるんですけど、悩むけどビリヤードのほどではないんですよ。正直はプロの球、アマチュアの球とプロの球っていうのはもう全然違うから、ファイナルの時もこれ1回受けて通らんかったら PGA のインタビューにもこれ1回受けて通らんかったらもう次は受けませんってはっきり言ったんで、ね、やっぱその覚悟ってやっぱいると思うんですよ。まあ、落ちるとは思ってませんよ当然。それではちょっと熱いんですけども、はいはい、インタビューさせていただきます、はい。まずですね、はい、寺西さんご出身は兵庫で。はい、そうです。よろしいですか。はい、兵庫明石市。ええ、生まれが加古川で今住んでるのは神戸ですね。はい。で、野球をされ、そうですね、小さい頃から野球と、まあその小学校の時代とかはもう空手とかいろいろやってましたね。はい。それがなんか影響、やっぱゴルフに影響されたというか、うん、今考えると、うん、まあ野球とかね、その武道っていうのに関してはやっぱりその腹圧とか、まあ、空手に至ってはね、腹圧とかこうバランスとか呼吸法とか、まあ、野球に関してもやっぱりそのパワーとかね、走ること、基礎的な運動とかっていうのはもう、うん、まあ、自分たちの時代のこう人たちっていうのはセンスがある人間もほとんど野球に行ってしまって、ま、行くっていうのは普通やったんで、走るのも速い、打つのもできるってなれば当然その野球っていうのはほとんどやったんでね、まあ、そこの部分はやっぱりゴルフに対して飛距離とかそのボールを扱うという意味ではね、大きな部分もあるし、私の場合は、まあ本人も書いてましたけど、20代ずっとビリヤードの選手してたんで、まあ、そのビリヤードっていうのがそのボールの回転とかね、そのどうしたらパワーを伝えることができるのかとかっていう、そういうことが、まあ、結構結びつくのが多くて、ビリヤードは、うん、まあ、9個、はい、9個のボールを入れていく作業ってなるんですけども、ゴルフはもう1球しかない部分で、どういうところが共通点というか、まあそのボールが止まってるボールを自分の力で動かしていくっていうのは、それは共通点ですよ。野球のピッチャーもそうじゃないですか。野球は9人で守備守ってますけど、実際にこのボールを始動さすっていうのはピッチャーじゃないですか。はい、バッターじゃないですよね。投げて打ってで走るわけじゃないですか。ゴルフの場合は止まってるボール打つのは己じゃないですか。はいはい、ビリヤードも一緒です。止まってるボール打つのは己じゃないですか。その中で例えばパターでも、その、まあ、極端な話ね。パターは、まあ、それ打ち方もいろいろあるんですけど、ここのラインを持ったらそこにそのタッチで打てばいいじゃないですか。アドレスしてそこに、あとはタッチだけって考えれますけど、ビリヤードの場合は、手玉を先玉にどの厚みに当てて、力加減によっては、長の前に押し玉、引き玉、横に弾いて、ひねって、クッションで、で次のポジションプレーとかで考えていかなあかんので、一つのワンショットに対して、まあ、20区、30区言うて、いろんな制限がいっぱい入るのが実はビリヤードなんですよ。パターに関しては、極端にそこにポンと打って、あとは速度さえ合えばその形がやっぱ入るから、その次のネクストも、まあ、ある程度考えなあかん場合もありますけどね、長いパターとかは。ネクストボールっていうのに関して、一つだけのネクストであって、ビリヤードの場合はもう3手も4手もその将棋と一緒で、ずっと先の9ボールがどこに入るかとか、例えば15をローテーションでしたら、15番目のボールがどこに入るかとかいうこともやっぱ考えなきゃいけないというゲームなのでね、その、パワーだけじゃない、ストロークだけじゃない、やっぱ知恵もいるし、経験もキャリアも、そういうこう、知恵っていうか、キャリアが、まあ、いるスポーツやっていうのは、まあ、ビリヤードですよね。だから、ゴルフに関して、その、パターも結構、やっぱ僕らも、まあ、当然悩んでるんですけど、
悩むけど、ビリヤードのほどではないんですよ、正直は。え、そうですか。はい。ビリヤードはやっぱりもっとシビアな厚みで、シビアな突き方で、突き方でも全然違うんでね。だからやっぱそういうこう、もっとシビアなことやってますから、玉1個動かす、玉2個動かすとか、3個とか、その、このライン通してこなあかんとか、で、そういうことをやってますから、まあ、正直なとこ、そこはやっぱり楽なとこですね。はあ、もっとメンタル的な、あ、もっと厳しいとこもやっぱりいっぱいあります。へえ、はい、やっぱりビリヤードの違うとこはマッチプレーなんですね、大概は。はい、大概がまあマッチプレー、相手の、はい、相手がずっと失敗しなければずっとつけないんですよ、チャンスがないんですよ。はあ、なるほど。でもゴルフの場合は自分がティーショットして自分で打って自分で曲げるわけですから、責任、結局自分は責任じゃないですか。はい、だから必ず打てるわけですよ。ビリヤードの場合は相手がずっとランナーアウトしていけば、例えば7セットマッチで相手に、僕もそうですけど、バンキングでスタートして先行後を決めて、1回もつかさまもありがとうございました、向こうは1回もつかんと終わったことありますからね。5セットマッチなんかでも特にありますから。だからそういうこうランナーアウトすると、結局自分がいくら調子よくても今日そのバンキングに負けただけ、バンキングですけど先行後を決めるのね、そのバンキングに負けただけで終わってお疲れ様でしたっていう子やっぱり何人もいますもん。はあ、だからそれぐらいやっぱりシビアなゲームですし、やっぱりそこにメンタルをどう持っていくか、せっかくやっと順番回ってきた、でも肩冷えてる、動かない、じゃあこの1球目テストしようか、ゴルフみたいにはいかないですよね、やっぱり。はあ、1番ホール2番ホール自分の今日の調子を確認しながら回るっていうことはできないですよね。はあ、ビリヤードの場合はもうそこで確認打って、そこで入れて、まあ、そう簡単な球もありますから、簡単な球から回ってくればいいですけど、回ってこない、じゃあ自信がなかったらどうするんですか、セーフティーって相手を次つかさんように持っていったりとか、隠してしまうことで、ね、いろいろするわけですけど、そういう知恵とかも結構いろんなこういろんなことを経験したから、野球変えてビリヤードね、いろんなことやってきましたから、やっぱりそれが生きてるっていうのはもう間違いないですね。うん、それ例えばビジネス、会社をやってることによって責任とか家族、やっぱり従業員、お客様、そういう関係に対してやっぱりいかに自分が頑張るか、で自分がやらないと、自分代表ですからね、やっぱ自分がやらないと何も前に会社進んでいかないし、宣伝広告のためにやっててもやっぱりそれが本当にが宣伝広告になるような状況にしなきゃいけないっていうのも事実なんですよね。だそこのこう葛藤とかいろんなこう、まあ、プレッシャーとかいろんなことをこう自分の中で考えながらやるっていうのは、一つは周りから見たらすごいなですけど、自分にとってはもう楽しいし、やっぱりやるしかないって決めて男としてね、やっぱり、まあ、男じゃないですか、これがやりたいっていうね、夢とかいろんなこうね、憧れとかあるものできるっていうのは、やっぱプロスポーツ、プロとプロゴルファーとしてやっていけるっていうのは、これはもうプロゴルファー冥利に尽きるんじゃないですか。プロ冥、まあプロゴルファーだけじゃないけど、プロになった人間しかわからないと思います。あんまりその言ったことないですけど、49歳にプロテストを初めて受けて、そのまま通ってシニア、まあそういう感覚でずっといたし、そうすると思ってたし、でも今いざなってみて、46歳45歳ぐらいの時になって、何年かプロとして準備してシニアに入って行ってたら、もっと違う結果だったろうなと思うし、逆に違う方かも分かんないし、挫折してしまってダメだったかも分かんないし、それは分かんないけど、うん、もし今からプロゴルファーとかシニアとかいろいろ考えてる人がいるんなら、うん、もう早くテストを受けて早くプロになって、プロの球、アマチュアの球とプロの球っていうのはもう全然違うから、たとえプロにアマチュアが勝っても、背負ってるものが違いすぎて、はあ、もう全然正直もうやっぱプロって、あの名のあるプロからね、レッスンしてるプロまで、もういろんなプロはいてると思います本当に。だけどやっぱりレッスンプロであっても、トーナメントプロであっても、一流プロであっても、名のあるプロであっても、やっぱりその責任ある球っていう打ってるっていうことは、アマチュアではやっぱ全然違うと思います。そのそこの覚悟っていうのはやっぱりシニアのプロたちも先輩たちもやっぱり、うん、やっぱ違うんだなっていうのを感じるし、その、ね、この間日本プロの、
日光カントリーでやった時もやっぱり今のレギュラーツアーの連中らと一緒にね、久しぶりに今ジュニアの頃から知ってる子たちもたくさんいてるんで、うん、あ、やっぱり彼らここにこの舞台に来て責任ある球を打とうとしてるんやな、打ってる子もいれば逃げていってる子もいてたし、やっぱそこにこう、あ、プロゴルファーとしてこの子は成功するし、この子はあ、まだまだなんだなっていうのはやっぱ感じる、うん、昔と自分の見る目が全然違ってた自分がいましたね。あ、今の寺西さんが見てると分かると、うんうん、全然違う、あ、そうか、やっぱ俺と同じ立場になってるから、俺がやっぱこの立場になったから彼らの底が見える、その覚悟が見える、やっぱアマチュアとは違うなっていうのはやっぱり正直思いましたね。よく青木さんがね、アマチュアとプロは、うん、球は一緒、1日の球は一緒に見えるけど4日間を通すと全然違うっていうのはよくおっしゃってましたけど、球だけじゃなくてやっぱ精神でしょうね。精神、やっぱり背負っているものは違うし、その覚悟は違うし、別にアマチュアだから、まあアマチュアやからっていうジュニアの子たちの今のね、強いじゃないですか、大学生高校生、その子たちはそう思わないだろうけど、やっぱり年いったある程度年齢いってきたシニアに来るようなアマチュアの方って、いや、まあアマチュアですからって、もうその通りは思うし、自分もやっぱそうやったなという気もします。アマチュアの時にね、ツアー出たりとかいろいろしましたけど、だからやっぱプロになって違うこういいものを感じることができてるから今まあいいんじゃないですかね、自分では。それちょっと戻ってしまうかもしれない、うん、寺西さんは子供の時は、自分でちょっとあれですけど、どういうお子さんだったですか。まあ普通にスポーツ自身は自分では自信も、運動はもう自信あったし、まあやんちゃな感じじゃないですか、普通に、はい、やんちゃな感じ。あ、まあやんちゃか、やんちゃ、まあやんちゃじゃないですか、はい。でも悪い方にやんちゃじゃなくて、いや、まあそれはね、いろいろありますから、はい、それはあんまり言いたくないですね、カットね。中学の時は、野球ですもんね。野球はね、まあまあ。でゴルフをたまに練習場に、それね、小さい頃にね、やっぱり本当に小遣い握りしめてね、打ちっぱなし行ったりね、ってはい、だもう本当に300円とかね、500円ぐらい握って行って疲れちゃったり、それはね、野球にのためになるかなという感じで行ってたんですよね。でまあゴルフって水上ゴルフなんですけど、加古川の歓喜とかにあって、大池ゴルフセンターってね、あるんですけど、今でもあるんですけどね、バフィーとかパーシモンの時代でね、借りてやっぱ飛ぶじゃないですか、野球よりパーン飛ぶから気持ちいいし、一球に行くよ、バーンと曲がるんですよね、やっぱり、ああ曲がるな、スライスしたら副車するんやけど、あ、こんなんやパーンとまっすぐパーン、あ、これやな思って、もうずっとまっすぐ行ってましたね、ずっとまっすぐ、ボール曲がれへんなと思ってます。だから大人たちが来て、もうプロゴルファーなれ、プロゴルファーなれって言ってましたね。だからまあその時に、いや、その野球の方がね、一生懸命やったんで。それから高校は行かずに、まあ、もう就職して、まあそこでまあ、いろいろいろんなことをまあやって、ね、今のその鉄関係、溶接関係の仕事に巡り合って、はい、まあ教えていただいてお世話になって、それでやってたんですけどね、まあそこから21ぐらいかな、2ぐらいの時にビリヤードを、またちょっとビリヤードをやり始めて、そこでビリヤードとしてはまあ全日本とか行く感じでずっとやってましたから、まあアマチュアと一緒やね、日本アマにはもうずっと行ってたっていうような状態で、そこで今度プロになるか、そのままやってタイトル取りに行くかという状態やったから、はい、いやもう俺はもう、ね、家族もいたし、やっぱビリヤード自身が悪いんじゃないけど、やっぱり夜にみんな集まる、あ、確かに多いんでね、やっぱりこう仕事もおろそかになってしまう自分がいたんで、まあ、これではいかんなということで、まあ、ちょうどバブルの頃やったし、バブルまあ終わりがけの頃ですけど、やっぱりみんな年収1億も2億もあるのに、自分だけ本当少ない年収やったから、何千万近い状態やったから、まあ、これじゃやっぱあかんなということで、仕事にまあいろいろやって、
で鉄の方にまたいろいろ力入れて、でまあ30ちょっとぐらいの時にまた新しく会社を作ってという感じですかね。まあ、現実的にはやっぱりその30の時に100も打つ時もあったし、本当に70代っていうのもあったしっていう、でそこから本当にこう仕事っていうものに関してゴルフを結びつけていったんでね、はいはいはい、やっぱりそのゴルフをすることにうまく強くなることによって、やっぱり当然その知り合う人たちが、その会社経営者とか当然大手の上場企業とかっていう、そういうところにこうどんどんどんこうとつきやすくなっていくし、一つの営業方法手腕として、例えば自分たちが、学歴もない、その横のつながりもない、大学の先輩後輩でもないのに名刺ポットも出たって門前払いじゃないですか、一流企業上場企業っていうのは。そこがやっぱりゴルフがすごいな思ったのが、やっぱりその大手の上場企業の人が、寺西さんちょっとゴルフ見てほしいんやとか、ちょっと教えてほしい、一緒に回りたいとかっていうことによって名刺交換させていただける、別にそこの仕事をもらうわけじゃないけど、その方と知り合うことによって、その下たちの周りの人たちが、そのブレンとか、そういう こう流れとか、例えば自分がこう仕事ちょっとこういうのがあればなって時に相談したら、いやじゃあ紹介しようかとかと言ってもらえるようになる、そういうこうつながりっていうものがどん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 いい方向になっていったんで、ああこれはやっぱり絶対やらなあかんなと。ああで、ある時にその言われたんが、自分がもう国体とか出たりとかいろいろこうトップアーマーとしてやってる時に、お客さんにお前も仕事取るんやかゴルフ取るのどっちやねんって一回言われて、ああ、まあそう、うん、やっぱりなるじゃないですか、ゴルフ一回言ってるから、はい、いやそれは仕事ですよ、じゃあもうゴルフ諦めてって言われて、いやそれでもちょっとまあやらなあかんこともあるんでって言いながらやって、そこで怒られた人がいろいろ今応援してくれてて、あそうですか、うん、へえ、やっぱりその嬉しいし、あの時お前言うたん俺も覚えてるし、だけどやっぱり今嬉しいし本当に応援してくれてるし、でその今、ね、スポンサーもしてもらってる安原さんっていう方がいてるんやけど、その方に関してはやっぱり48の時に48、7ぐらいの時かな、プロテスト受けろって、まあ、はっきり言われて後押しされて、まあ、自分も一回は受けたかったんでね、そういう気持ちもずっと積み重ねていいか思いながらずっとやってきてたんで、じゃあ49で一回だけ受けます、一回だけ、あそうですよね、決めていったんですもんね、もうあのファイナルの時もこれ一回受けて通らんかったら PGA のインタビューにもこれ一回受けて通らんかったらもう次は受けませんってはっきり言ったんでね、はあ、やっぱその覚悟ってやっぱいると思うんですよ、あと落ちるとは思ってませんよ当然、あそうですよね、当然落ちるなんて思ってないし、ね、自分はもう絶対通るもんは思ってるし、はあ、だからそこのビジョンはぶれてなかったし、はあ、やっぱ今のプロテストの子たちに言いたいのはやっぱりもうこれでやめって決めてやらないと、はあ、いつまでもダラダラしてなんかプロテストを受けるのが仕事みたいな状態になってしまうと、やっぱりね無駄な年数を送ってしまうし、やっぱツアーに出れないんだったら出れない何かを自分でどうなってるんやという分析も必要だし、これでいけるのかどうかっていうのも本当はダメなの分かってるけど何もすることないからやってんねんいう子がやっぱり見てていてますからね、まあ、特にそうはやっぱり欲しくないし、特に今厳しいですよね、男子は特にね、ね、そこに持っていく自分たちもやっぱり自分がこう話してゴルフに恩恵を受けた以上はね、はい、後輩たちにそういう何か恩恵を受けるようなことを自分は逆に恩返しとしてやらなあかんなという動きを今これからどんどん、まあ、やってるんですけどね、まあ、なかなか実を結ぶかどうか分かんないけど、やっぱり、うん、男子プロたちがね頑張れるような環境っていうのを作ってあげないといけないなというのはやっぱ思ってますね。ちょっとです、確かに今踏ん張り時踏ん張り時、うん、まあ、試合もなかなかないんですから ね、うんうん、ね、でも地方には小さい試合でもやってあげるよっていう人たちもいてるわけですから、その人たちの冠がいるかも分かんないけど、そこをまた合わせ合わせて一社でやろうとすると難しいからね、確かにいろんな人に質問させていただいて、そこの提案できるのはプロゴルファーでなかなか提案できないですよね、うん、やっぱそこはもう経済関係のその経済の人間たちがやっぱり来ていただいて、そこでやっぱりやっていただく、
っていう形になればまた違うんじゃないかなと。そこで今までもやったことあるけどって言うんだけど、でもそうじゃなくてやっぱりプロゴルファーがやるんじゃなくて、そういうこう経済界の方たちがそういう形でやっていただいた方が、ビジネスとして残るんじゃないですか。確かに。やっぱりビジネスですから、ボランティアじゃないんでね。だから公益社団法人 PGA ね、一般財団法人か社団法人か分からない JDT もそうですけど、やっぱりそのね、団体っていうものをこれからどういう形で運営していくかっていう方もやっぱ大事になってくるんで、やっぱりそこを、まあ、自分もそのプロになってまだね、日にちが浅いんでね、何も言える、まあ、偉そうに言うこともないとは思うんですけど、やっぱり一社会人として会社やってる人間としてね、いかにこう盛り上げていくか、いかにスポンサーつけていくかっていうなった時の考え方をこれからね、若い子たちと一緒にね、考えていかなあかんのじゃないかなとやっぱ思います。